今回はこれからズー仙台で麻雀を打ってきます。スタッフの方に教えてもらったのですが、25ハンチャン打つとお店のホームページに記録が載るそうです。僕は前回の動画で6ハンチャン打ってトップが4回、3着が2回のなかなかの成績でした。せっかくなので25ハンチャンまで打って記録を狙ってみたいと思います。今ホームページで成績を確認したら、上位の方がとんでもない平均順位なんですよ。今は1位が仙台店は立花三段、平均順位が 1.97 位です。2番目が金内三段で平均順位が 2.11、 連帯ほとんど外せないような勝負になりますね。トップ率もチェックしてみますね。トップ率は1位の方が 41.6% になっています。残り19ハンチャンあるので、今日1日じゃ終わらないかもしれないんですけど、できる限り打ちたいなと思っています。僕はタバコを吸わないので、禁煙のフラーで麻雀打てるのはありがたいです。というわけで今から行ってまいります。果たして25ハンチャンで成績を残すことができるのか、動画の方をどうぞ。ズーの仙台店に着きました。元旦にも4ハンチャン打ってサイクルヒットの1234だったんですけど、カウントされないようです。2月だけの勝負です。状況を聞いたらまだトンバということで、末席で待機したいと思います。ホームページの成績ってどういう風にあるんですか？25ハンチャン以上打った後が月間とトータルどっちも月25ハンチャン。そうです。12時間あればギリギリするか結構きついですけど1人の人がトップ率が 45% ぐらいだったんです。私がもらったら1人ぐらいなんですけど、まあ、どっちもめちゃくちゃ今一人なし、メンバーめちゃくちゃ強いです。最高のメンバーなんですけど、チームに多分どっちもメンバーです。昨日見てたんですけど、スピードもあるし、折り方も上手。本当に強いなって。今、関東までおられたんですけど、その人の弟子みたいな人が、これから一緒に多分同卓できると思うんで。青のエプロンの方ですかね。ですね、ですね。パッと見別に全然強そうにないですけど。平均順位、トータル2位のスタッフの方と同卓になりそうです。トータル2位。ああ、それかもしれないです。はい、1ヶ月に1回限らず、普通に全体通してめちゃめちゃ強い方なんで、一緒に打てて楽しいと思います。それはちょっと燃えてきますね。走って上位に言ってたの名前を。やっぱり本当に調子よくないと。聞いてる感じ、普通に強そうなので。そうですね。ついてないとみたいなところなんですけど、堀さんも強いから。苦しい戦いになりそうです。500円は使っていいのか。リーチダイスをお願いします。12,300円。頑張りましょう。5,200円。1,400円。9,600円です。
たいんですよ。お3940円。ありがとうございます。これ初めてやられた。そのまま入れちゃってください。怒られず取ってましたよ今のこれ。了解を見なきゃ。いやまあラストゲーム終了しました。ラストに入ってもらってもいいですか。そう宣伝マックだ。上で2100割金目にして残っている。どうしよう、本当にしたい。3万2000点、日本版。待って、怒られるんだけど、何の。この人は、私が本当に変わるから。いや、そうなんだよ。それを切りで俺も折りに回ったかなと思った。ただ、彼にはちょっと残酷すぎて。もう一生戻ってこないんで。戻ってこないでほしい。これまだ知らないんだって、こっちに来たの。役場を振るのでさえ珍しく、料理によって大切にしちゃう。あ、本当にあれは出し方なかったので、危険配慮。先生理解入ってる状態です。終わりました。16ハンチャンが終わりました。成績は2212-1112-4332-1144。19ハンチャン消化しようかなとも思ったんですが、後半疲労がピークに達し、トータル22ハンチャンでやめました。25ハンチャンからホームページに成績が載ります。後半は、メンバー3入りで打っていて、なかなか渋めの卓だったんですが、僕が思いのほか絶好調で、後半2打引いてしまったのがめっちゃ痛いんですけど、一番最初は、レーティング2位のかなと、ずっと同卓でした。2着、2着と、なんとか食らいついていって、まあその後吹いたっていう感じだったんですけど、打ったその日は、疲れ果てて、動画を撮る気力がありませんでした。今22ハンチャン打ってのトータル成績が、トップ10回、2着5回、3着4回、4着3回、平均順位がちょうど 2.0 ですね。確か1位の成績が 1.91 とかなんですよ。3連勝したら大丈夫なのかな？計算してないですけど。それでは残り3ハンチャン気合い入れていっていきます。果たして元麻雀プロが本気で25ハンチャン打った結果、どのくらいの成績を出すことができるのか、動画の方をどうぞ。残り3ハンチャンでトータル25ハンチャンになります。参戦頑張りたいと思います。禁煙卓の方で打ちたいと思います。初戦は2着で、2での24ハンチャン目になります。当院局はシャーチャースタートでドラが一走。5巡目に上茶からリーチが入り、抱えておいた安牌の白を切ります。自順にメンツから現物の三蔵を抜いて、この局は完全にベタ折りします。当院局は上茶がペンチーピンを積もって、リーズマーカーの千二千となりました。トン2局、なんちゃドラは老僧。カンチーマンが埋まって、2枚切れの難を切ります。手配は2メンツできていて、瞬捨てです。老僧を積もって初切り、ドラの2面ターツができました。手配はリアンシャンテンです。三蔵を積もって白切り、ピンフのイーシャンテンになり、白は使わないのでシャアを残して白を切ります。
おたかぜの方が危険度は低いです。この曲は親が玉で上がって3900点の横移動となりました。トン2曲、一本場、なんちゃドラマリャンピンです。キューピンを積もってペイ切り、手配は4トイツあります。チートイツのリアンシャンテンです。ツも3ピンでイーソー切り、チートイツ1本には絞りません。三蔵を積もって2枚切りの初を切ります。赤ウーマンを積もって9層切り、メンツテのリアンシャンテンにやりました。スーピンを積もってチートイツを見切り、イーシャンテンに受けます。ツも6万でパーピン切り、タンヤオの変化を見ます。自順に下茶が切ったパーマンをポンして9ピンのトイツ落とし、面前のイーシャンテンよりも2面と3面ちゃんの泣けるイーシャンテンの方が優秀だと判断しました。手配には赤が2枚あって打点としては内定も十分です。自順に6万が重なって9ピン切り、リアンウーピンで転敗しました。タンヤオ赤赤の手です。赤ウーピンを積もってオールスター、タンヤオ赤さんで2100-4100の上がりとなりました。トーン3局、親番中ドラマウーマン、ウーマンが2枚あり上がれば満案が確定します。 E ピンを積もって1万切り、ピンズが2面ターツになりました。手配はリアンシャンテンです。ウーピンを積もって E シャンテン、チーマンを切ってドラを固定させます。ツも3増でチーピン切り、ソーズの受け入れの E シャンテンです。2ピンを積もってウーピン切り、 E ペイコーとチートイツの可能性を残します。ハイの危険度なら2ピンの方が安全ですが、まだ序盤で相手に動きがないので手役の可能性を残します。ツもパーソーでイーソー切り、ローソーが重なってパーソー切り、5トイツ目でメンツテとチートイツのイーシャンテンです。この曲はトイメンからリーチが入ってテンパイを入れることができず、2人テンパイで流局、ノーテンマップで1500点支払います。トンラス一本場ペーチャドラバリアンピン、手配はソーズで1メンツできていて赤ウーピンがあります。パーピンを積もって難切り、手配にはジャントーがありません。チューンが重なってイーソー切り、ジャントーができました。数層で受け入れをフォローすることができるのでイーソーをここで切ります。ウーマンを積もってイーピン切り、マンズが2面になり3、4、5の3色の可能性ができました。6万を積もってマンズの2面ターツが完成し、手配はリアンシャンテンです。この曲は親の仕掛けとトイメンからリーチが入り、降りて流局です。トンラスの2本場になります。ペイチャでドラがチーピン、強卓が2本あって2本場です。上がりの価値が高まっています。この曲のテーマはスピード優先で、強卓のリーチ棒を拾いに行きます。換算ピンが埋まってパーピン切り、手配はリアンシャンテンで、イーソーを払えばタンヤオが確定します。ツも数層で3万切り、カンチャンとシャボの受け入れのイーシャンテンです。ツも3増でイーソー切り、タンヤオを確定させます。ソーズの受け入れが2面に変化しました。ローソーをポンして3増切り、泣いてカンチーマンのテンパイに取ります。2本場で強卓が2本あります。親の切ったチーマンでロン上がり、タンヤ若で2000は2600、強卓リーチ棒込みで4600点の加点です。7位曲シャーチャドラはパーソー、9種9敗でこの曲は流します。ナンバーのトップ目で無理に国士無双は狙いません。難2曲なんちゃドラはパーマン、手配は2面ついてきていてチーマンとダブナンがあります。ダブナンをポンして2ピン切り、手配はイーシャンテンです。2ピン切りか9ピン切りかの選択ですが、9ピンを残すと数ピンとパーピンでチーテンに取ることができます。パーソーを積もって9ピン切り、カンチーソーのテンパイです。ナンを積もって加冠はせずにそのまま積も切りをします。チーソーを積もってダブナンでゴッドーは600-1100の上がりです。ナン3曲親番中ドラーパーピン、手配には地風のトンが統一です。1巡目にトイメンからトンが切られましたが、ここはスルーをしました。ラス前のトップ目で相手から攻められた場合に押しにくい状況です。トンを泣いて上がってもこの手は安く半チャンの決定打にはなりません。ここは安全配候補としてトンをスルーします。カンチーソーが埋まってトン切り、ピンフのイーシャンテンに受けます。リャンマンを積もってトン切りリーチ、リャンウーピンの2面テンパイでメンピンドラ1の手です。3巡後にウーピンを積もって裏ドラが3ピン、メンピン積もドラ裏、トンをスルーして4000オールの上がりとなり、この半チャンのトップを決定づけました。月間成績チャレンジの24戦目はトップで終了です。最後に印象的だったターチャのターツ落としの曲を紹介します。前回の読みの動画で落としたターツよりも量形か打点か役の絡むターツが手にある可能性が高いと話をしました。今回はターツ落としの最上級で赤ウーピンのトイツ落としがあった曲です。トンラスでドラは9万、下茶の持ち点は1700点です。下茶が1夜目にチューンを手出しした後、自順に初を手出し、手配にお高ぜのある可能性が低くなります。パーソーを積もぎりした自順にローソーを手出し
だし、すでにカンチーソの達はいらないようです。3ピンと1ピンをつもぎりした後に赤ウーピンを手出し、フリーでは赤の価値が高く、イーシャンテンかテンパイでやる可能性が高そうです。自順にウーピンを手出しします。赤ウーピンの統一落としです。赤ウーピンの統一落としは通常ではありえない手順なので、この局はかなり気をつけなくてはいけません。緊急事態宣言です。赤ウーピンの統一落としなので高い手が予想されます。ドラの9万を使った翻弄トイトイや鎮逸の可能性が高そうです。イーシャンテンでチーマンを切ると下茶がペンチーマンで泣いてイースを出だし、赤ウーピンの統一落としから下茶の手は鎮逸のチーテンと読みます。序盤のチューン初の切り出しからおたかぜを持ってない可能性が高く、本一止まりなら赤ウーピンの統一落としの可能性は低くなります。染め手のテンパイ読みは色が余ったらが一つの目安ですが、今回は赤ウーピンの統一落としをしているので、ペンチーマンをチーしてワンフーローでテンパイで鎮逸ドライチのハネマンの可能性が高いと判断しました。この局は上茶がリーチをかけて積もったので手牌は分かりませんでしたが、高い手をテンパイしていた可能性が高そうです。三半ちゃん打って帰ってきました。今日の成績は2着、1着、3着。これでトータル25半ちゃん打ちました。結果を発表します。長い間、新宿のトンプー戦で麻雀を生業にしていた男が記録を狙って25半ちゃん打った結果、トップが11回、2着が6回、3着が5回、4着が3回、平均順位が 2.0 です。月間の平均着順は 2.0 で、1位を取ることができました。1位の方が 1.91 ぐらいだったんですが、その成績をキープするのは難しいので順位が下がったんじゃないかと思われます。続いて月間トップ率が2位で 44% です。月間のレート上昇がプラス 136.18 ポイントで堀内が1位になっています。月間レート増減ドラゴンもプラス 136.18 で1位です。ズーは全国に36店舗くらいあったと思うんですけど、総合ランキングもお店のホームページでチェックすることができます。レートなんですが、僕はまだ25半チャンしか売ってなくて、もう少し安く打たないと、レーティングの上位は難しいですね。レーティングは 19,492 人中 7,379 です。平均順位が19,492 人中11位。トップ率が全体で20位。月間のレート上昇が全体で7位。今回お店の方から25半チャン打つとホームページに名前が載りますよと教えてもらって挑戦してみたわけなんですが、平均着順部門で1位を取ることができるとは思いませんでした。一応元麻雀プロとしての面目を保つことはできたかなと思います。最近はどんな場でも YouTube に投稿するので、何万人という視聴者に見られるので場は関係なく麻雀を楽しむことができています。それでは今回はズーで麻雀の記録に挑戦をしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さんまたお会いしましょう。